札幌の雪祭りなどと並んで世界でも有名な冬の祭りの一つでしょう。初日の昨日は気温が氷点下30度近くまで冷え込む中、国内外から大勢の観光客が訪れました。会場には近くの川から切り出された氷で作られた大型の彫刻作品が並んでいます。中でも